これは下僕という名の人間に飼われているミカンと鳥天という2匹の猫様のお話です。僕たちは猫であるえ、ちょっと待って僕たち猫になってない本当だ。しかも伊吹さんの家の猫になってない僕はミカンで姓は鳥天本当だニゃン。え なんでなんでもう猫気取りなの適応能力すごすぎない転生ものの主人公くらいの適応能力なんだけどもしかして経験者転生とか入れ替わりとかしたことあったりする不思議だななんで猫になったんだろう無視てかなんでそんなに落ち着いていられるの僕たち猫になっちゃったんだよ慌ててもしょうがないからだろうまずは原因を見つけないと元に戻る方法も思いつかないぞ 確かにさすがせいんかごめんね猫になったくらいで取り乱してこの24時間くらいで何があったか思い出そうきっと原因が見つかるはずだそうだねじゃあとりあえず昨日の朝のことから思い出していこうあじゃあせいから昨日は朝起きてなりと優と授業行って 佐々木と次の滝行に行くためのバスを予約して部活しておうん普通だねその後、銀行強盗を止めた時に撃ったところがちょっと痛くなったからアイシングしてああちょっと待ってなんだえ銀行強盗取り押さえたのうん止めたえそんなすごいことさらっと言うでも 止めたのおとといの夜の話だから昨日の朝からの話をするって決めただろいや生が銀行強盗を取り押さえた栄光に比べたらそんなルール些細なことだよルールはルールだろう。些細なルールとかない決めた以上守るのがルールだいやそうだけどでもちょっと話聞かせてどんな感じで銀行強盗を取り押さえたのうんどんな感じって。 俺は銀行に行って金を下ろそうと ATM にカードを入れたんだが何度もエラーが出てしょうがないから窓口に並んでたんだうんそしたら俺の目の前に人が割り込んできたからああそれはムカつくねでもまさかその人が肩をポンポンって叩いて「すみません並んでます」って言おうと思ったんだけどああ思っただけ 言わなかったんだねその人が振り向いた時「何ですか何か文句でもあるんですか?」って感じでこっちを見てきたからああその人もそう言ったわけじゃないんだねということは今2人は無言で見つめ合ってるだけの状態だねけどその手を見て気づいたんだえまさかその人の手に拳銃が俺が手に持ってたのが。 ドラッグストアのポイントカードでさっき ATM でエラーが出たのは俺がそのカードを入れてたからだってせいの手の話今はどうでもいいよそんなカードの話ナツが作れって言ったポイントカードだぞどうでもよくないだろそういう意味じゃなくて今この場面この状況においてポイントカードはどうでもいいって言ってんの確かに猫になってるしな。 猫になっててたたの忘れてたちょっとでも忘れさせてくれてありがとうそしたら後ろの人に突然歯がいじめにされて頭に何か突きつけられて「ココナッツに姉子詰めろさもないと今夜は一人でトゥナイト」って叫んでてうーん多分だけどそれこのバッグに金を詰めろさもないとこいつの命はないぞだと思うわかる僕もすごいな俺は結構びっくりして そいつに「今夜とトゥナイトって意味がかぶってますよ」って言ったびっくりするポイントが違うそいつつべこべ言わず「お前も金以外の価値があるものここに入れろ」とか言って俺にカバンを投げつけてきたああ確かあの銀行に飾ってある絵が結構有名な人が書いたって言われてるよね、はああだから俺がカバンに入って 確かにね、性には価値があるけれどもお金に変えられない価値があるけれどもナツがいたらナツも入れてた絶対やめて巻き込まないでそれでそいつがすごく怒ってどういうつもりだとか言ってきたからそりゃそうだよ僕も強盗じゃないけどどういうつもりって思ったよだから俺もそっちも初対面でためごってどういうつもりですかって言ったんだけどずーっとずれてるよポイントが ポイントカードの使いどころも間違ってたしなその話はもう終わってるのとにかくそうこうしてたら強盗終わったみたいで俺は人質として連れ去られた大丈夫なの大丈夫なのせいそしたら強盗の一人が怪我したみたいで複数犯であることが判明しました消毒液と包帯を買ってくるように言われてドラッグストアで買おうと思ったんだけどポイントカード出したら このカードにポイントはつきませんって言われて。わかったよ、銀行のキャッシュカード出したんでしょよくわかったなうん、わかった、そういう流れだったから。そこでちょっともたついて、外に出たら強盗は警察に捕まってた。え何それせ、全然銀行強盗取り押さえてないじゃん取り押さえてない。止めたって言った。あそ、そっか、そういえば、そんなこと言ってたかも。その後は、 トラック運転手に惹かれそうな猫を助けて俺が惹かれたえええ,えちょちょっと待ってせ事故にあったのまあある意味あれは事故だったなある意味って猫をかばってトラックに惹かれたんでしょ怪我とか大丈夫ああ大丈夫だもう気をつけてねでもそれ今回僕たちが猫になったことにすごく関係がありそう話してみてああその時 俺は天調味料トトーナメントをやってたんだ何それ知らないのかうんどの調味料が鳥天に合うかのトーナメント戦だ酢醤油はシード今回はおろしポン酢が大健闘したがダメだったおろしポン酢に次は頑張ってって伝えといてそしたら発射しそうなトラックの前に トラックが猫に気づかず発射しそうになったから俺はトラックを叩いたんだ叩いたどういう状況いや俺トラックの荷台にいたからなんでちょっと疲れててさっき犯罪に巻き込まれたばかりだしだとしても勝手に荷台に上がるのも犯罪とかにならないでもトラックの運転手は そのおかげで猫を引かなかったあーでもそれは良かった代わりに俺を見てドン引きしてただろうね荷台で知らない人が鳥天調味料トーナメントやってたらてかそっちの「引かれたね」引かれた違いでしたそんなこんなで前の日の疲れが取れていなかった俺はとにかく休みたいと思って昨日の夜伊吹さんの家に行って寝たあれでもだとしたら 結局いつ猫になったんだろうそういえば真夜中鳥とりがおでこなめてきて顔を背けたらとりとおでこぶつけて朝起きたらこうなってた猫になったのそこだねニャーてかすごい周りのものが大きく見えるね家具もテーブルも。 本当だな体が小さいと周りが大きく見えるんだな僕の実家とかさ伊吹さんの大分のマンションとか久しぶりに帰るとちっさってなるよね生の実家はあいやそれでもでかいなってなるけどそうかも体も軽くないか軽い僕ちょっとあのテーブルの上に乗ってみようかな結構高いけど大丈夫か うん、行ける気がする。見ててよ。うーん、にゃっ。おお、すごい。うわ。どうした？テーブルの上、めっちゃ汚かった。なんか足についた。もうなんで醤油の小皿が置きっぱなしなの。降りられるか。ああ、行くよ。にゃっ。どう。うん。すごいと思うけど。 夏お前登るときも降りるときもニャって言ったぞえ嘘でしょいや本当だもしかしてこのまま人間としての自我を失ってどんどん猫に怖いこと言わないでよ俺もだんだん猫っぽくなってきたかもえ何どこがなんか今異常にまたたびが欲しい本当に あ,あそれにどんどん人間特有の空気を読むってことができなくなってきてる気がするそれは人間の時からでしょそうかもしれないまたたびゴミがまたたびになってるもう鳴き声もまたたびになりそうだ鳴き声がまたたびになったらもうそれは猫ではないよというか俺が猫になった原因は分かったけどお前はどうなんだなツ確かに お前も昨日のことを思い出してみたらどうだえっとえー、っと昨日は一日本当に忙しくて朝から伊吹さんが「家にカナブンが入った!」って大騒ぎしてて朝からカナブン探したけどいなくてそうこうしてたら必修科目に遅刻して安成に怒られてその後テーピング発注し忘れたの気づいて急いで部活行ったら。 E、さん先輩がうざがらみしてきて間違った数注文しちゃって慌ててたらせいが「ユニフォーム脱水したら縮んだ」とか言い出して見せられたユニフォームが「これもうフワちゃんしか着れないよ」ってくらい縮んでてその時ちょうど出てた夜空の一番星に「なんでこんなに忙しいのもういやだいっそ猫になりたい」って願ったかなここだなここだねそれなら お前自分で願ってるじゃないかそうだね自分で願ってるね夢が叶ってよかったないやよくないよあの時はちょっとパニックってたっていうかわかるでしょだいたいとどめを刺したのはせだからねどういう意味だほら心を操る能力を兼ね備えたラスボスの一つ手前くらいに出てくるめちゃくちゃできる悪役せがやってることってそいつと一緒だから 自分は手を下さず相手が自分で自分を傷つけるように誘導する一番ヤバいやつだよ猫になってもその能力残ってるかな前向き全てにおいて前向きいや猫向きあ<は>何この分だいや本当だ朝見つからなかったやつ今すぐあれを借りたい自我を保って